おはようございます。おはようございます。もう今回は五葉松の針金掛けと植え替えができればしちゃいたいなっていうことでやっていきます、はい、この木はうちのお客さんが持ってた木で、多分うちで買ったんですけど、うん、そのまま多分手つかずで持ってたんで、僕が針金掛けしてでちょっとかっこよくしていこうかなと思います。ちょうどいいですね、商品のは最近なかったから、はい、でよかったらもう売っちゃっていいよっていうことなんで、販売はできるような形で仕上げていこうと思います。樹形的には圏外、まあ、圏外、半圏外ぐらいですかね。半圏外ぐらいになるかな。あ、それはいい盆栽道具で使ってますね。これなんかどっかからもらったんですよ使い勝手がいいんですよ。使い勝手がいいんですか。見た目かっこいいですね。なんかパッチもあるし。ああ、そう。使いやすいは使いやすいです。あ、いいですね。ぜひ欲しいな。どこで買えるんですか。一応概要欄に URL が貼ってあるんで。だいぶもう味が出てきましたよ。本当に？この辺の。わかんないか。これここ出てるね、あたりがね。そうそうそう。いつ動画ですか。わかんない。聞いてない。もうそろそろ出そうかな。でこの木の魅力っていうのはやっぱこの根上がりの部分なんですよね、はい、で幹がいいのでちょっとこの辺を根っこを出してあげようかな。この魅力っていうのは出してあげないと。要もこのぐらいのサイズになるとちょっと値段上がってきますよね。そうですね、一番やりやすい大きさなんですよね多分、うん、っていうことはやっぱりそれだけ値段はお金よかはちょっと上がるから、これよりもっと大きくなってで枝が暴れたりすると極端に安くなるんですけど、うんうんうん、ぐらいあと詰まってますかね葉っぱ、うん、これの苗サイズとかだと ね苗みたいなやつだとだいたい1000円とか2000円ぐらいで買えると思うんですけど、値上がりってなるとまた3500円とか、うん、それぐらいになってきたりするけど、これはどんぐらいだろうな。結構これ結構いいんですよ、うん、年数かかってるし1号ぐらい。そんな安くない。これぐらいだったかな。これぐらいかな。だんだん見る目が養われてきたかもしれない。そしたら一応枝抜きをしていこうかなと。種としてはこの枝とこの枝が同じような太さになってるんですけど、今回はこの枝を下げる予定なんですね。だからこっちの枝が、まあ、3本になってるし、この枝をちょっと頭にしたいので、うん、太いやつは落としちゃおうかなと。結構いい、結構いきましたね。この幹がこんだけ細いっていうか、やっぱりこの大きさなんで、あんまり広げすぎてもあんまり良くはないですよね。思い切りが大事だな。そうですね、あとはちょっと太いやつとかは落としてあげてもいいかもしれない。針金かけやすいようにやって切ってあげれば、うん、けどそれが難しいんだね。そう、元気がいいですね、実は。元気、だいぶ元気、うん。でざっとなんとなく枝は抜けて、構成としてはちょっとこの値上がりの部分をちょっと見せてあげたいので、うん、若干ちょっとこういう感じにしようか、こういうかちょっと見せてあげるように、ほいほい、こういうふうにすれば幅広く見えるんで、でこれを下げてあげて、裏枝を作ってこれを頭にする、効かせたいところは太いやつかけて、うん、やっていくのも大事ですね。やっぱり細いので仕上げるのも大事だけど、効かせるところ効かせてあげて、ちょっとここにさしてください。いらないか、これいらないか、いらない。人会話してる。この領域までもう行ったんですね。やばい子やばい子。こういう木の場合ってカンヌキとか車枝って言われるものが結構出てくるんですよ、うん、問題として。でそういうのって、まあ、後々は絶対切らないといけないんですけど、うん、全部落としちゃうともう本当に木として成立しないっていう状態も出てくるんですよね。なるほど。なんでそういうのはやっぱり残してあげるっていうのも一つではあるんです。あ、海枝だからつって全部切っちゃダメだと。まあ、後々切るんですけど、うん、そうするともう木として成立しなくなっちゃうから、かっこつかなくなっちゃうんだね。そうそうそう。もうなんとなく形はできたかな。ここから細かいやつをかけていくから、
金婚金がありますか。はい、結構ありますから。で、結果を落として、若干ですよね、切ってあげて、うん、行きましょう。こんな感じかな。うん。いい感じにできたね。じゃあ、ポイントは、まあ、ここの目数はちょっと多めに残して。雨が当たるんでちょっと引きますね。はい、ちょっと長めに多めに目数は残して、幹がこれだけ。なんで、うん、ちょっとコンパクトにはしたかったっていうのがあってグッと伸びてたのをここまでで一応抑えました。この粘りがあるんでここを見せるのももちろんなんですけど、ここの隙間をちょっとこの枝でカバーしてあげて、まあ、空間をそう、ちょっと隠してあげる。ちょっとないと飽きすぎちゃうっていうのもあったん で、はい、であとは、この辺が裏枝になるんですけど、うん、奥行きとして、まあ、こっちにも目がこの粘りにも目がいくんじゃないかな。この枝が1本あると、やっぱりメインはここなんで、うん、この粘りをしっかり見せてあげるっていうのは重要ではありますよね。考えて作るんですね。そうですね、簡単ですよ。逆に言うと小池はところが分かってるから、あそこを見せれるように、そこを見せる、うまく見せるっていう風にしてあげれば作りやすい。ところがいっぱいあるとまた難しいですけど、基本的にこういう素材の木っていうのは上はまだ手つかずなんで、うん、それを一番いい見どころっていうのがはっきりしてるんで、それを生かすっていうやり方をすれば、まあ、なるほど。じゃあこれ当順で発売中、はい、です。だから素材持ってるから自分でやってみるのもよし、カンタさんが作ったのを買うのもよしですね。あとちょっとカットパスタ塗っておきます、はい、後でカットパスタ塗っておきます、はい。じゃあ、はい、以上でありがとうございました。はい、した。この心拍いくらでしょうのコーナーだけど、これ針金かけて植え替えを最近カンタさんがしたんですけど、その前はフェスで売ってたんですよね。僕もちょっとびっくりしたんですけど、フェスで3万円ぐらいで売ってたんだっけ。3万5千円ぐらいで売ってたんだけど、こうやって作り替えてみると多分3万5千円じゃ今これ買えないですよね。その剪定前がこちら、こちら画像ください、はい、プロの技というか、プロの技っていうか、でもそういうものも売ってるんで、うん、ゆっくり見ていただければ。そうですよね、掘り出し物結構あると思うんですよね。これ今の状態で3万5000円じゃ多分買えないと思うから、ちゃんとあの時見てどのぐらい、まあ、植え替えと針金掛けだってね、そこまで数ないじゃないですか、うん、だからそのぐらいの作業を ここに、うん、まあ、画像があると思うけど、こういう感じで、うん、ここに枝があった。あ、最初。うん。だからそれだと腰が高く見えちゃったんで、うん、それだったらまあちょっと半径みたいにした方がいいんじゃないかなと思ってやったんですけどね。うん、やっぱちっちゃいのが今主流で、やっぱり太くてコンパクトにしてあげるっていうのがいいんだ。いいんですね。いやでもね、あそこからこれを想像できないな。想像できた人は。だからあの価格が安く感じる人もいるんだよね、きっと。この太さですからね、うん、この太さでこの大きさですからね。次回ね、こういうのがもしあれば逃さず見ていただいて。そうですね、あとはご用とかもちょっと入れたいと思うんで、うん、はい、心拍だけじゃなくて、うん、だからご用っていう意見が結構ご意見とかでも、ね、そう、やっぱり要望っていうかがあったんで、ちょっとご用も入れていければいいかな。大小って言っても、まあ、商品とか中品ぐらいのがなんか持ち帰りが楽そうだったんで。さすがですね。いやいや、これはもう誰でもできるやつだ。
これを動画に撮らせてほしかった。そうそう、ちょっと強く言っとくんで、次は撮らせてもらいます。3万5000円じゃ買えないですよね、今の状態で。買えない、買えないよね。まあ、倍ぐらいの値段がついてんじゃないかな、もっとかな、倍以上いってるかもしれない、倍以上いってるかもしれないっていうものが売ってるんで、ぜひ、はいはい、秋口、秋を決定ということで、ありがとうございます、はい。